久保さん、BM からですね、車検の案内が届いておりました。車検のご案内と。はい、9月、車検なんですよ。また金かかりますね。まあ、久保さんとはね、34フェスみたいなね、やりましたけどね。車でもちょっと意気投合というかね。うん。まあ、車がね、好き、まあ、興味ない男性もいますからね。うん。そう。まあ、僕はキットはちょっと買わないですけどね。ちっちゃい頃すごい見てて憧れてましたけど、あれね、面白かったですけどね。あれを多分久保さんも買ってもう結構経つと思うんですけど、僕もね、久保さんはわかんないですよ。久保さんはわかんないですけども、僕は3、4、10年ぐらい乗って、やっぱね、古い、久保さんの車の方が古いんですけど、やっぱね、夏っすよ。夏エアコン効かないのはマジ地獄なんですよ。ね、高速とかは大丈夫なんですけど、止まってると、赤信号とかで、多分もう今のね、気温とかで赤信号で止まったらもう走れないですね。もうすぐ水温上がっちゃって、もう無理なんですよ。で、エアコンどんどん効かなくなるんですよね。だから僕は、それがきつかったですね。エアコン効かねえ車みたいな。久保さんの車もどうなんですかね。ずっと多分今の炎天下でエンジンアイドリングして冷えるかっていうと、多分どうなんですかね。冷えます？アイドリングして今の炎天下で。多分ね、エアコン効かないと思うんですよ。いや、古い車とか、ね、あれですよ、エアコンほど効かない。僕の車はね、久保さんと僕の車はちょっと特殊な部分ありますので、夏はきつかったですね。でも今ね、快適ですね。やっぱ最新の車ってこんないいんだ、みたいな。僕の、ね、久保さんの車もっと古いですけど、3、4も20年以上経つ車ですからね。うん、最新の車はやっぱエアコン神だなっていう、思いますね。だから夏になると、なんかすごく、ああ、いいな、みたいな。もちろんね、夏になるとオープンにはちょっとできないですけどね、暑すぎて。ただクーラーはね、ほんとありがたい。ありがたいですよ。僕もだから今年で40になりますけども、なんかこういう外車 BMW っていうその外車に乗れるぐらいの、経済力というかね、大人になれてよかったなと思いますね。やっぱ世の中にいろんなものがあるわけじゃないですか。車で言うならフェラーリとかランボルギーニとかロールスロイスとか、いろんなもんありますよ。だけど生きてて選べない。知ってるし、あるんだけど、選べず死ぬっていう人が、割かし多いじゃないですか。例えば、ベンツに憧れてるけど、ベンツに乗れず死ぬっていう。僕はフェラーリはね、ちょっとね、乗る車としてはね、ランボルギーニも、普通に普段使い使うのはちょっときついなっていう。だから、僕は Z4 がちょうどいいなっていう。もうちょうどいい。で、あと、久保さん。300万かけてね、カスタム、僕もカスタムしてる、注文してた商品が、ようやく3ヶ月待ちました。届きます、来週。来週届くんです。ちょっとね、ちょっと動画撮りますよ。整いましたみたいな。今回300万。ホイールがね、ホイールが3ヶ月なんですよ。BBS のホイールが80万ぐらいしたんですけど、タイヤも入れて80、90か。クソ高かったんですけど、その BBS のホイールが3ヶ月待ちだったんですよね。で、届きましたっつってね。はい。ついにですよ。ついに。ついに、フルカスタマイズですね。あと、車庫長も入れて、車高もちょっと落とすんで。だ結局トータル1000万ぐらいですかね。Z4。改造費を入れると1000万ぐらいになるっていうね。でもね、一生に一度しかないですから、フェラーリは僕は買わないとは思いますけど、1000万ぐらいの車が乗れるっていうのはありがたいですね。そう。R34 はね、値上がりましたからね。生きてるとこういうこともあんだなっていうね。あんな上がるなんてありえないですよね。まあいろいろ人生ありますね。いってらっしゃい。